見事です。父上、兄上。おう、ケン。ちょうど今終わったところだぜ。たったこれだけの戦力で敵の守りを打ち破るとは。やはり武門孫悟は兄上が率いるべき。私は兄上に全てをお返しします。何言ってんだケン。ここまでやってきたのはお前の力だろう。ですが。そして今の孫悟はお前の大きな理想のもとで戦ってる。俺たちにできるのはお前を支えて手伝うことくらいだぜ。いえ、でも父上、父上からも兄上に。俺も策に後を託した身だ。偉そうなことは言えんな。そんな。あとは頼むって言っただろ。やってやれケン。うん、賭けよケン。お前の進む先にこそ新たな時代があるのだ。はい、お二人から託された孫悟、必ずや天下へと導いてみせます。